さあここはミスになった。さあ奪った川井、ボールを運んでいく。どうするか川井、パスを出す、折り返してシュート、決めました川井、清水エスパルス同点。いい形でボールを奪って最後フィニッシュは川井。相手のミスからでしたけど、まあ、最後のフィニッシュのところはねパーフェクトでしたね。ここちょっと空いたので打つかなと思ったんですけど、うまくここ目線をずらして金子選手もねよくここ見えてましたね。最後ここ、ね、ちょっと自分勝手な選手だったらフィニッシュで終わってしまうような場面だったと思うんですけど、しっかり中の状況よく見えてましたね。